猿がエボリューションした、進化したってことを言うとったんで、決定したって言ってないのにそっちが表に出ちゃったって言われるんですよ。いやそうなんですよ。で結果はなんか僕たちも確かに猿から進化したいなっていうみたいな、 94% ぐらい遺伝子一緒やしみたいなことを思って、まあ、結構一緒やな